立浪監督、日ハム戦に素晴らしいコメント。よく言ったぞ。素晴らしいコメント。立浪監督が、交流戦6連敗している日ハム戦について言及した。日本ハムは現在好調なチームだと思う。ここから残りの交流戦も6試合となるが、1試合1試合を全力で戦っていきます。新庄采配に翻弄されないよう頑張ってくれ。1試合でも勝てれば本当に万々歳なんだよな。立浪自身も新庄と相性が悪いの自覚してそうや。同じリーグじゃなくて本当にいかったね。このまま9連敗して、3立てされる未来が見えるのは僕だけ？アリエルに打たれそう。エスコンでチュニチュニしそうやな。3年目で結果を出す新庄と、何も変わらない立浪。今年は違うって言ったじゃないですか、定期。今のところパリーグ球団に3立てされてない。中日は日ハムに全敗するお約束。今回の試合もしっかり3連敗して、ゴミ箱蹴りそうやな。最高の劇場を見せてくれ。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。